餃子は小麦粉を原料とした皮で肉、エビ、野菜などで作ったあんを包み、茹でる、焼く、蒸す、揚げるなど調理した食べ物である。成形後の加熱調理方法の違いによって、水餃子、焼き餃子、蒸し餃子、揚げ餃子などと呼ばれる。まず、餃子の一つの発祥地である中国の餃子や、日本を含めた世界各地の類似、派生料理について解説し、その後、満州国からの引き上げ者によってもたらされ、日本独自に変化した国内各地のご当地餃子について詳述する。歴史は古く、中国の春秋時代の紀元前6世紀頃に、山東省で誕生したとされている。遺跡から当時餃子が食べられていた痕跡が見つかっている。敦煌の東大の墳墓では、副葬品として、壺に入った餃子が乾燥状態で発見されている。五湖水晶エビ、餃、中国のエビ入り蒸し餃子。中国では水餃子が主流であり、焼き餃子は水餃子に比べるとその数がずっと少ない。また、中国では餃子は主食として食べられることが一般的であり、日本のようにおかずとしては食べない。中国においては標準中国語の発音で、チャオズと言い、特に中国東北部において水餃子がよく食べられる。満州民族による清朝成立後に広く華北一帯に普及し、中華料理の代表的な料理の一つになった。それとは別に華南で発達した点心として食べられる蒸し餃子がある。台湾などにある焼き餃子中国では、豚肉、白菜を使った一般的なものの他に、例えば牡蠣のような具が用いられる。具材は地域によって大きく異なる。日本の餃子、焼き餃子の一例性の餃子日本の家庭料理として出された揚げ餃子日本の餃子は日本で独自に進化したもので焼き餃子が主流である。用いる具材、調理法も中国で主流のものと異なる。日本では日本独自の焼き餃子がとても人気があり、かつては皮も含めて家庭で材料から作ることが多かったが、市販の皮をスーパーマーケットなどで買って具を作って包むという方法を取る家庭も増えた。いつ頃からかは未検証だが、具を皮に包んだ状態の冷凍食品、チルド品も多くの種類が出回っている。各種飲食店のサイドメニューとしても広く扱われていて、焼き上がった餃子や調理前の生の餃子を持ち帰り用に販売している店もある。日本の餃子は薄めの皮を使い、豚ひき肉、キャベツ、ニンニク、ニラを入れるのがポピュラーである。中国の東北部を除く西の餃子ではキャベツではなく白菜を使い、ニンニクを入れることはないという点で異なっている。中国東北部では豚が育ちにくく羊肉が主だが、日本に餃子が伝わった当時は、満州の製法で豚肉ではなく羊肉を使用していた。豚肉がメインで使用されるようになってからも、風味の良いニンニクが餃子とも相性がよく好まれたため、今日も多く使用され続けている。しかも、日本では出来上がった餃子を焼き目の皮を上にして、皿に盛るという独自性がある。日本の餃子を提供している店では、サラリーマンが仕事帰りにビールを飲みつつ焼き餃子だけを食べている光景も日常的。日本国内で初めて餃子を食べた人物は江戸時代の徳川光圀とされており、明末新書の動乱で日本へ亡命していた朱舜水が伝えたという。明治時代までにも餃子を出す中華料理店は存在し、料理書でも作り方は紹介されている。しかし、呼び方は茶おつなど、言語の音をそのまま使い、メリケン粉に包んだものや、焼いた豚まんじゅうなどという解説をつけなければならないほど、庶民には縁遠い存在であった。しかし、大正末期頃から家庭向けの料理本でも焼き餃子が紹介されるようになり、こうした本が読めるインテリ層の一部では食べられるようになっていた。日本で一般の日本人が食べられるようになったのは、第二次世界大戦後で関東軍や満蒙開拓団などの引き上げ者によって広く普及するに至った。しかし戦前の女性向け料理本などは知られていなかったため、引き上げ者が焼き餃子を日本に紹介したと信じられるようになった。米飯が主食の日本では水餃子ではなくおかずとして薄めの皮を使用した日本独特の焼き餃子が主流となった。一説には引き上げ者が茹で餃子を作ろうとしたものの鍋がなく代わりに鉄板を使ったのが始まりとされる。以降、大衆的な日本人向けの中華料理店やラーメン店、また餃子専門店、スーパーマーケットやデパートの惣菜コーナーなどで広く扱われ、家庭の手軽な惣菜として定着している。1960年代後半から東京の AM ラジオ放送圏では東京ワンタン本舗による餃子の皮のラジオ CM が放送されるようになる。これはスーパーマーケットなどの総合系小売店がまだ未整備だった当時、同社が製品販路を確立するためのアイデアだった。ラジオ放送された CM ソングの友達が喜んだ私の作ったこの餃子、恋人も喜んだ私が作ったこの餃子、東京ワンタンの餃子の皮で作ります。お肉屋さんで売ってますの歌詞の通り、東京都内と関東周辺の精肉店で餃子の皮を販売する精肉店にとってはひき肉類の売り上げにもつながり、首都圏でスーパーマーケット形態が一般化する1970年代半ばまでは民放 AM ラジオ局を中心に盛んに放送された。戦後の同時期に国内各地で普及した経緯があるため、元祖餃子を謳う店舗はいくつか存在する。発祥地を特定するのは困難とされるが、現在では栃木県宇都宮市を日本式餃子の発祥地とする説が有力となっている。宇都宮で編成された後満州へ移住した大日本帝国陸軍第14師団の機関兵が宇都宮に満州の食文化を伝えたとされているが、前日のように大正後期には焼き餃子が家庭向け料理本で紹介されているため、厳密には宇都宮が元祖でよそは真似をしているとは断言できない。日本で初めて工場で作った生の餃子を販売したのは株式会社紀文食品。現在は多数の食品会社や餃子店がチルド食品や冷凍食品として各種餃子を販売している。冷凍餃子のシェアでは2012年時点で味の素冷凍食品が9年連続でシェア1位で、家庭用国内シェアは 47% と圧倒的な一人勝ちの状態で、その時点でシェア2位は大阪王将を前面に打ち出したイート&社製である。その後、1位の味の素冷凍食品はさらにシェアを伸ばし、50% を超えた。2014年に冷凍餃子市場は前年比 8.4% の増加で388億円。シェア2位につけるイート&社も、羽根付き餃子の投入と認知の拡大という方法で、市場シェアを 30% を超えるまで伸ばした。2002年7月に餃子をテーマにした、フードテーマパーク、池袋餃子スタジアムがオープン。戦後の日本で、餃子が大衆食として定着した、昭和30年代の園内演出と、宇都宮餃子をはじめ日本全国の餃子を一度に、味わえる運営スタイルが特徴。東京、池袋のナムコナンジャタウン内にある。宇都宮餃子の栃木県宇都宮市のほか静岡県、浜松市、福岡県北九州市八幡東区などでは、餃子をご当地グルメとして PR し、地域おこしを行っている。地域によっては、軽トラックに専用の鉄板を積んで売り歩く姿も見られる。売り歩く際は、餃子といった独特の節回しで呼びかけるのが定番。ポーランドクラクフ市で毎年開催されるピエロギ祭りの釜焼き、ピエロギポーランドやスロバキアなどの中央諸国、ウクライナ、リトアニア、ベラルーシ、ジョージア、ロシア、モルドバなどといった旧ソビエト連邦構成国、ないしイタリアなどの南欧にも中国とよく似た餃子の文化がある。ポーランドやスロバキアではピエルクと呼ばれる。ポーランド語やスロバキア語ではスープに入れる小ぶりなものにはまた別の呼び名がある。ウクライナの民族料理のバレーヌイクはほぼ中国式の水餃子と同じものである。具はバラエティに富み、ジャムやチーズ、果物なども入れられて主食としても食される。リトアニアでは、ビルティニャイ、ベラルーシでは、カルドゥーニ、ジョージアでは、ヒンカリと呼ばれる。ロシアでは、ペルメニと呼ばれるが、これは、日本国内のロシア料理店などでよく供されるので、ロシア料理の好きな日本人には比較的馴染み深い呼び方である。モルドバでは名称は中国北部のマンティから派生したマンティーアであるが、バレーヌイクなどと基本的に同じものである。これらヨーロッパ系の餃子は中国の餃子に比べて皮が厚めの傾向がある。皮の非常に薄いものが近年のポーランドに見られるが、これはピエルクやポンスキと呼ばれ、日本風のピエルクという意味で、形も具も、調理法も、基本的には、日本の標準的な餃子と同じである。ただ醤油と酢とラー油のタレをつける食べ方は、一応知られているものの、特にラー油が入手困難なことと辛いものが、ポーランド人は大の苦手なため、まだ、日本式のタレは定着はしておらず、焦がしベーコンをベースにした、ポーランド独特のタレをかけたり、多少濃いめに味付けをしたキノコのクリームソースなどといったいろいろなソースをかけたり、サラダ用の様々なドレッシングをかけたりして食べる。イタリアのラビオリは東洋の餃子が元であり、イタリアに入って現地の味覚に合うように変化したものである。日本式の焼き餃子はラビオリジャポネージ、ラビオリギアッポーネシと呼ばれている。ドイツ南部シュバーベン地方にはラビオリに似たマウルタッシェという料理があり、スープ餃子のように提供される。フランスでは日本人シェフがプロデュースした餃子専門店が餃子バーとして出店している。カナダ・トロント市のセントローレンス市場にある食堂の看板、本日のピーロギーズを宣伝。ポーランド系移民やその子孫が非常に多い北アメリカではピエルクの複数形のピエロギとして知られるようになり、北アメリカではピエロギが英語風になまったピーロギーという呼ばれ方が一般的である。ピーロギはもともとピエルクの複数形ピエロギがなまったものであるが、英語ではピーロギーが単数型として認識され、ピーロギーズが複数型として使われている。オックスフォード英語辞典にもピエロギー、パーギスが正式な英単語として載っているほど一般化している。基本的には水餃子と同様に茹でるが、その他にフライパンで焼いたり油で揚げたりといった様々な加熱法を使う。なお、北米の都市の中には中華式の餃子がダンプリング、またはポットステッカーと称され、スーパー等で販売されている。カナダではポーランド系移民やその子孫が特に多いことから、ピーロギーは広く浸透して定着し、長いこと国民食の一つとなっている。ピーロギーの名で餃子を提供する食堂は、ポーランド系やスロバキア系といった中央系の人々の他に、ウクライナ系の人々が経営している場合も多く、そこではピーロギーがウクライナ料理として供される。本来ウクライナではバレーヌイクと呼ばれるが、英語圏ではこの呼び方は、一般的ではない。通常はポットスティッカーと呼ばれている。トルコ料理には水餃子によく似た献立マントゥがあり、茹で上げたマントゥにニンニクや香味油で味付けしたプレーンヨーグルトをかけて供される。マントゥの他にもこれに類似したヒンゲルも広く食されている。ブラジル風揚げ餃子と言われるパステルがある。タイ王国では揚げ餃子がポピュラーである。レストランのほか、屋台でも販売されている。ネパールには桃という餃子の派生料理があり、一般的にはトマトソースをつけて食べる。餃子に極めて類似した料理としてマンドゥが存在する。クンマンドゥは中国の鍋店や日本の焼き餃子に近いものであり、ムルマンドゥは水餃子と同様に茹でたものである。具材には大根、豚肉、ニラ、キムチ、豆腐、春雨などが使われる。中国の水餃子、中国のスープ餃子、中国の餃子、日本の餃子、山椒円盤餃子。福島県福島市の餃子は戦後、満州国からの引き上げ者が餃子の製法を持ち込み提供したのが始まりと言われている。現在、餃子専門店が十数軒ある。独特の形状の円盤餃子が主流で、餃子をフライパンに円盤状に並べて焼き上げ、そのまま皿に移して出される。小ぶりで皮が厚く具に野菜が多いため味はあっさり系で、ニンニクは具に入れず、薬味として使う店が多い。餃子専門店を中心に、福島餃子の会が結成され、餃子の街としての観光 PR 活動を始めている。特徴として、多めの油と水を加え、深いフライパンで蒸し上げ焼きにする店が多い。宇都宮餃子餃子像餃子通り、栃木県宇都宮市の餃子は、戦時中、補充担任を宇都宮士官とする大日本帝国陸軍第14師団が、1940年8月以降、満州国を永住地としたことに始まり、宇都宮や周辺地域出身の軍人や移住者等が、戦後、満州国から引き上げてきた際、満州餃子の製法を持ち込み、広めたのが始まりである。現在、宇都宮市内には、餃子専門店と餃子を扱う料理店が合わせて約300軒あり、一般的な販売価格は1人前200から300円程度と、定連で学生がおやつ代わりに食べることができる価格帯である。タレは酢だけで食するのが宇都宮スタイルと言われることもあるが、水餃子、洋餃子、小餃子、スープ餃子など、店舗により様々なスタイルの食べ方が存在する。1990年、前年に発生した大谷石採掘場での落盤事故をきっかけに観光客が激減し、大谷に代わる町おこしにつなげられるキーワードを探していた宇都宮市観光課の職員が総務庁統計局の家計調査年報において、1987年の調査開始以降、餃子購入額で同市は常に上位に上がっていることに注目し、餃子による町おこしを提案したのがきっかけで、観光 PR に力を入れてきた。1991年には業者団体として宇都宮餃子会が発足し、行政と民間で協力して様々な企画を仕掛けたことが功を奏し、かつて国際観光都市、日光、鬼怒川温泉への通過点だった宇都宮が餃子という大きな観光資源を得ることに成功した。任意団体として発足した宇都宮餃子会は2001年に協同組合となり、登録商標、宇都宮餃子の管理や組合直営店、ライラッセ3店舗の運営管理なども行っており、2019年、現在の組合加盟店舗数は90件を超えている。こうした市内の餃子専門店の中には、市外に支店を進出させている店もあり、餃子ブームは宇都宮市内にとどまらず、栃木県内各地への広がりも見せている。また JR 宇都宮駅、東口広場には、1993年に首都テレビ、東京の山田邦子司会の番組、おまかせ、山田商会とタイアップし、PR 作戦を行った際、現代美術家の西松光二がデザインし、地元産出の大谷石業者によって、無償で制作されたオブジェ、餃子像が設置されていた。ヴィーナスが餃子の皮に包まれた姿を表現したユニークなもので、観光客の人気撮影スポットとなっている。東口駅前整備工事のため2008年10月6日午前、駅の西口バスターミナルへ仮移転させる作業中に不手際から転倒、足と胴体部分が割れてしまった。落下させた業者の負担で割れた石の間にボルトを通し、セラミックボンドで接着させるなどの修復作業を行うとともに、表面全体を薄く削り、苔の生えた体をシェイプアップさせた。修復された餃子像は同月中には、西口バスターミナル前への移転設置が完了し、式典には山田邦子も姿を見せた。同時に、国鉄の駅構内販売期間がその遠隔の中で、宇都宮駅が駅弁発祥の地としていたことにちなみ、宇都宮餃子駅弁が企画され現在も地元業者が数量限定で販売している。また、宇都宮駅ホームの立ち食いそばや野州そばには餃子そばというメニューがあった。2005年3月に廃止され、翌2006年の同月に閉場となった宇都宮競馬場には宇都宮餃子会長賞という冠レースがあった。秋には宇都宮餃子会を中心とする市民手作りのイベント、宇都宮餃子祭りが定例化している。京佐餃子店が市外で屋台を開き、一人前一皿100円の餃子が振る舞われ、また宇都宮はジャズの街でもあることから、街角の特設会場では同日にジャズ演奏が行われ、その中で一般市民や観光客が餃子を食す。宇都宮餃子祭りは毎年11月初旬の土日に行われている。2000年代後期、静岡県浜松市が独自調査結果から、餃子消費量日本一都市を宣言して報道されていたが、2007年4月に浜松市が政令指定都市となって、総務省統計局家計調査年報の調査対象となった結果、2009年の同調査で、宇都宮市と浜松市の年間餃子消費量は他の都道府県庁所在都市及び全政令指定都市中で抜きん出て多く、ほぼ同等の結果となった。2011年分の調査では東日本大震災の影響で浜松市に抜かれ2位に陥落した。2018年には餃子店が5店集まる市内の通りを餃子通りと名付け観光振興を図っている。埼玉県南埼玉郡宮代町では、宮代町商工会が餃子に使用する野菜が町内で多く生産されていることと、町内に餃子を提供している店が多いことから、町内ブランドとして宮代餃子を立ち上げた。埼玉県北本市は、昭和初期までトマトの名産地であったことから、トマトを使った揚げ餃子をトマト、ルンルン揚げ餃子として商品化した。北本産質のトマト、男爵芋、国産豚肉を使用し、小麦粉の皮の分量は 45% と定義される。東京都大田区蒲田は、満州より調理法を受け継いだ店主が1982年より売り出した元祖羽根付き餃子を扱う3店舗を中心に、餃子の街として TV などで報道されている。神奈川県川崎市は外食の中華食が全国第1位であることから、川崎の餃子店18店舗が集まり、川崎餃子保の会を結成し、餃子の街としての PR を始めた。餃子に合う専用味噌、川崎餃子味噌なども発売した。裾野水餃子静岡県裾野市では、市民1万人あたりの餃子取扱店数が、宇都宮市の 4.45 件を超える 6.04 件であることから餃子を通じて日本一餃子好きの町裾野として町おこしを始めた。裾野餃子クラブを発足させ、加盟店では特産のモロヘイヤの入った裾野水餃子を提供している。静岡市は餃子の町であり、餃子消費量も全国平均を大きく上回り、餃子王国宇都宮市を抜き、日本一になった年もあった。最近でも2009年の総務省家計調査における餃子年間消費額の全国市町村平均が2055円だったのに、対し静岡市は2500円と高水準を保っている。1960年代後半から静岡市内のいくつかの製麺業者が家庭向けに餃子の具と皮を分けたパックを製造し販売している。石松の浜松餃子。車盛りにして中央にもやしを乗せるスタイルを考案。福光の浜松餃子。一般的な日本の餃子と比べ、皮が厚い。静岡県浜松市は、餃子専門店が約80軒あり、餃子をメニューとして出す飲食店を含めると300軒以上。キャベツをたっぷりと使った甘みが特色で、薄い塩味で軽く茹でたもやしを添える。独特のスタイルを持つ。これは、石松餃子の先代が、屋台時代に家庭用のフライパンを使って、餃子を丸く並べて焼くときにできた中央の空間に、店のサービスで茹でたもやしを添えたことが始まりである。現在2代目の石松餃子では、飼料に麦を混ぜて育てた、遠州麦豚を使い、キャベツも季節によって、仕入れ先を変えるなどして具材にはこだわっている。また、タレにこだわった店が多い。終戦後、石松餃子が浜松駅の近くで出店屋台を開いていて、その時に満州などで餃子の製法を会得した福音兵から餃子を食べたいと言われて、レシピを聞きながら作ったのが浜松餃子の発祥と言われているが、実は同市における焼き餃子の歴史は古く、戦前より在市の中国人が中華料理の一品として、すでに焼き餃子を提供していたことが分かっている。このような歴史により、浜松市内の餃子専門店では前期のように、茹でもやしを添えること、酢醤油などではなく店ごとに、秘伝のタレを使用すること、餃子以外のメニューを最小限に留めていることが一般的となっているが、例外もある。発祥とされる店のほか、福光、岸のぶざと、揚子菜館等の餃子専門あるいは、中国料理店が地元では知られている。浜松市民は餃子で一食とすることが多く、一回の食事を数十個の餃子だけで済ませることが多い。当時、総務省家計調査年報では浜松市は統計発表の対象外だったため、一世帯あたりの餃子の年間支出金額は不明とされていた。家計調査年報とは、調査方法は異なるものの、2006年の浜松市役所の調査では、一世帯あたりの餃子の年間消費量は、栃木県宇都宮市の約4倍、年間消費金額は 19,403 円としていた。その後、政令指定都市となり公式に総務省家計調査の公表対象都市となり、2010年に宇都宮市の消費額とほぼ同等の結果であったことが分かった。マスコットキャラクターとして茶を要する。2011年には、支出額調査で、餃子支出額で、宇都宮市を抜き年間首位となったが、東日本大震災で、宇都宮市の消費が落ち込んだ影響もあり手放しでは、喜べないとした。三重県津市では、津餃子と呼ばれる、大きな揚げ餃子が提供されている。その定義は、直径15センチメートルの大きな皮であんを包み、油で揚げた揚げ餃子とされている。起源は、学校給食であり、1985年頃に考案され現在も提供されている。2008年には津餃子ご当地グルメプロジェクトが発足し、飲食店やイベントで販売されるようになった。2010年には津餃子協会が設立され、津市の名物料理の一つとなっている。なお、一般の揚げ餃子の一人前は複数個で構成されているが、津餃子は大きいため、一人前が一個で販売されることがほとんどである。兵庫県神戸市ではメニューが餃子と飲み物だけという専門店も多く存在する。市内の餃子店は南京町を中心に水餃子が多く見られ、JR 神戸線沿いには焼き餃子の店が多く見られ、神戸の焼き餃子の特色として味噌だれをつけて食べることが挙げられる。福岡県北九州市八幡東区は、かつて鉄の都として栄えた旧八幡市の中心地。その八幡製鉄所に勤務する労働者は、肉体疲労がかなり激しく、ニンニクなどのスタミナ素材を好んで食べていたことから、餃子文化が浸透。餃子専門店、ラーメン店など、八幡東区の20店舗以上で、8万餃子が食べられる。種類は、鉄鍋餃子や、一口餃子、ニンニク入りスタミナ餃子。スープ餃子など多種多様。北部九州では餃子の薬味に柚子胡椒を使うこともある。現在、有志が集まり、八幡餃子協議会を立ち上げており、商店街でイベントなども開催されている。熊本県の南部に位置する人吉市は、人吉城跡等が有名な日本遺産認定都市。キャベツやニラなどの野菜を具材の中心とし、皮目をパリパリに焼いたものが目立つ。全国的に知名度の高い店、メニューが餃子と飲み物だけという専門店も存在する。毎月3日を餃子の日と定めている。総務省家計調査2020年上半期で1世帯あたり購入額が1917円で1位となり、浜松市と宇都宮市を上回った。餃子を含めた持ち帰り食がもともと盛んだったところに、新型コロナウイルス感染症による外食自粛が金額を押し上げたとみられる。宮崎市はこれまでも3位以内になったことがあり、観光に生かすため2020年には宮崎市餃子協議会が発足した。満州国から引き上げた樫渕家が昭和30年代に栃木県鹿沼市に創業した龍蘭が人気店となった。鹿沼市上田町の本店や1号支店、2号支店を展開。日光市にも日光支店を営業していた。また、当時では珍しかった紙箱の内側にアルミ紙を施した冷めにくい箱に詰めて車で移動販売も行っていた。餃子の皮や具などは西鹿沼町の創業者宅の敷地内の工場で製造して各所に直送していた。その後、事業拡大のため龍蘭を譲渡。しかし、後継経営者の代で閉店、餃子の名店が歴史から消えた。鹿沼市内には他にも引き上げ者の中華料理店、餃子店が存在したが、後継者不足等の問題により廃業したお店も多い。主な外食チェーン店には、餃子の王将、大阪王将、ミンミン、ホワイト餃子店、餃子の満州、コーコ餃子坊などがある。例えば、北海道のチェーン店、三好野は、一般的な生地ではなく、チルドタイプの餃子を調理し、提供する店舗である。ミンミンでは、国産の具材をベースに餃子を作っていることを宣言している。餃子に関するフードテーマパークも存在していて、池袋のなんじゃ餃子スタジアムがある。日本では加工食品としての餃子において、下記のような事件が発生した。関連食品イベント、施設関連団体著名人。ありがとうございます。